先日の韓国で起こった事件、ユン・ソン・ニョル大統領がプチクーデター、非常改憲を宣布したにもかかわらず、すぐに国会の方で解除の議決がされたことについて、いろいろとお話していきたいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和6年の12月5日、木曜日時間が18時20分でございます。 はい、えー、ま、あの、先日のね、あの、まあ、ニュース結構話題になって,て、まあ、ご存知の方も多いとは思います。で、えー、今回の件に関してはですね、まあ、ちょっと長くなりそうではありますが、まあ、お話ししたいことまあ、3つですね、まあ、あえて言うとですね、まあ、次期大統領は、 まあ、韓国のね、次の大統領はおそらく、まあ、反日の方になりそうだということと、あとですね、まあ、在日賛成で親日家のね、あの、奉承さんっていう方の意見はね、あの結構貴重かなと思います。で、あと今回の件で緊急事態条項、まあ、日本でもどうだっていうですね、まあ、話題が出てきましたので、まあ、私が過去に、まあ、国会でお話しした 緊急事態条項のあり方などについても紹介できればと思います。ということでですね。まああの ま、順々、順に追っていきたいと思うんですけれど、まずね、あの、産経新聞の、まあ、記事を、ま、紹介したいと思います。まあ、こちらね、あの、写真が、ま、ありますけれど、えー、韓国非常会元ユン大統領の真意をめず155分のミステリーに、軍の国会侵入に市民衝撃ということで、まあ、一応ですね、まあ、こんな感じで写真が、えー、あります。はい。 まあ、あのね、なんか、催涙ガスですかね。まあ、とりあえずこんなのが、ま、出ているということでございます。まあ、あの、ちょっとね、記事の方、まあ、そんな長い記事じゃないので読み上げていきたいと思います。えー、3日深夜に韓国のユン・ソン・ニョル大統領が非常会元を宣布したのに伴い、国会議事堂では銃を携帯した軍人がガラスを破って、 本会議場の建物に侵入、議員らの活動制止を図った、軍部がクーデターを通じて政権を掌握した1980年代を放つとさせる事態に市民らは衝撃を隠せない様子だった、常識では考えられず、一晩のうちに非常会見の発表、解除と目まぐるしい展開を見せたソウル・ヨイドの国会議事堂、本会議場前の会談では4日、正当な手続きを書いた今回の会見は内乱罪に当たるとして、 大統領の弾劾罷免や捜査の即時実施を求める抗議集会が開かれた7歳の娘を連れてデモに参加した主婦ペック・ラヒさん50歳は前夜の報道に接し映画の中に入ったような不思議な気分だった常識では考えられないことが起きたと振り返った大統領として死を吐く思いで訴える北朝鮮の共産勢力の脅威から大韓民国を守るユン氏が生し 中継で談話を発表し、非常会議を宣言したのは、3日午後10時半頃、約20分後には警察が国会で入り口を閉鎖し、議員の立ち入りを阻んだ。さらに武装した230人以上の会議 現軍がヘリクターで国会敷地内に侵入職員らの抵抗にあった軍人らは窓ガラスを割って建物内に入り、戒厳令解除の議決を進める本会議場を目指した。最大野党、ともに民主党は、改議軍が議決阻止に向け、戒厳戦法違法と非難した与野党代表や国会議長を拘束しようとしたことが、監視カメラの映像で確認されたとしている。準備不足に首かしげる。 4日午前1時ごろ、会厳解除を求める決議が出席議員の全会一致で可決されると、会厳軍はすぐに撤収を控えし、 午前4時半にユン氏が会言会場を発表し、緊迫の一夜は幕を閉じた。えー、一連の展開は交流サイト、SNS などに投稿された動画を通じ、リアルタイムで世界に発信された。えー、韓国メディアは非常会言が準備不足のまま実施され、国会決議によってわずか155分で効力を失ったと報道、事前に一切知らされていなかったという与党幹部は、出演したラジオ番組で大統領の狙いを問われ、ミステリーだと言葉少なに語った。えー、市民の間で でもユン氏の真意を言い向かる声が、えー 多く聞かれた。与党支持者だというタクシー運転手の男性74歳は、多数を占める野党側がひどく乱暴な国会運営をしているのに、今回の一件で正当化されてしまうと懸念を示した。ソウル市,市内の男性会社員43歳は、非常改厳宣布に伴い、証券市場などが乱効果をしたことを受けて、ユン・セン・ニーちゃんは酒を飲みすぎたが、コイン、暗号資産の意で儲けようとしたとしか思えないと皮肉った。 一方、日本からの観光客の渡航などで非常会限の影響は見られなかった4日午後、母親との観光でインチョン国際空港に到着した女性会社員26歳は、昨夜は報道を見て少し心配だったが緊迫した雰囲気は一切ない。気にせず旅行を楽しみたいと話していたということでございます。で、まあ、今後のですね、あの、まあ、 えー、まあ、大統領がね、あの、どうなるかっていうことなんですけれど、まあ、おそらくね、あの、弾劾が、ま、可決するかどうかっていうのがね、ちょっと微妙らしいんですよね。まあ、そのあたりを紹介した、えー、読売新聞の、ま、記事を、ま、紹介、あの、紹介したいと思います。えー、韓国、ユン大統領、弾劾案は7日採決へ、えー、与党は反対の方針。 造反者の規模次第で可決の可能性もということで、まあ今ね、あの、韓国の国会は少数与党なんですよね。ユン・ソン・ニョルさんのいるですね、ところが与党、国民の力なんですけれど、まあ108議席で、最大野党ともに民主党が170議席と、まなっているわけですね。で、弾劾可決ラインが、まああの、まあ現状をね、あの与党が全て反対すると、 まあ、可決しないんだけど、どうなるのかっていうところですね。はい。えー、ということで、まあ、記事紹介していきますね。えー、韓国のユン・ソン・ニョル大統領、ちょっと一応画面戻しておきましょうか。はい。ユン・ソン・ニョル大統領が戒厳令を宣布したことをめぐり、野党側が提出したユン氏の弾劾訴追案が5日未明、えー、国会に上提された、えー。連合ニュースによると、えー、7日に採決が行われる見通し、政権を支える与党国民の力は訴追案に反対する 方針を決めたが、造反者の規模次第で可決の可能性が残されており、採決はユン政権が存続できるかの重大局面となる。えー、弾劾訴追案は国会定数300の在籍議員の3分の2以上の賛成で可決される。可決されれば、えー、大統領の権限は即時停止され、えー、憲法裁判所で弾劾審判が行われる。えー、現在、えー、与党 現在、与党国民の力は108議席。一方、最大野党ともに民主党は170議席で、野党が結集すると192議席となる。弾劾訴追案の可決には、与党議員から8人以上が賛成に回る必要がある。連合ニュースによると、国民の力は5日未明、臨時の議員総会で弾劾訴追案に党として反対する方針を決めた。同党のハン・ドンフン大統が <laughs> 代表は、同日記者団に対して、 大統領の意見的な改憲を擁護しないが、えー、弾劾の混乱による国民への被害を防ぐために通過しないように努力すると語った。えー、採決は無記名で行われ、造反者がどれだけ出るかが焦点となる。えー、一方韓、えー、藩氏は 記者団にユン氏に対しても離党を要求すると語ったユン氏と距離を置き与党としても戒厳令宣布をめぐる混乱の責任を追求していく姿勢を示した形だユン氏は今後さらに難しい政権運営を迫られることとなるということでまああのねあのまあ、ここ まあ、ユン大統領にとってはですね、まあ、ここまでやってしまって、えー、まあ、しかもね、あの、まあ、ある意味ねあの、もう失敗したという形なので、えー、まあ、なかなかね、あの、大変だとは思います。 でですねまあ、ちょっといくつかね、まあ、X 状などのポストなどをです、ねまあ、紹介していきたいと思います。まあ、国際政治学者の鈴木和人さんの、まあ、ポストを紹介したいと思います。はい、しかしユン大統領、前職は検事総長だったわけで、法律には詳しいはずなのだが、今後、改厳令の使い方をするのは相当なリスクがあるように思う、勝ち目があってやっているんだろうかと。 ということで、えーまあ、これもねあの興味深いところですね。はい、で、えー、次ですね、はい、あと、戒厳令がまあ出されたその内容の紹介もまあ,ありますので、ちょっと別の方があのポストをされておりますので、えー、そちらをですね、まあ、紹介させてもらおうと思います。えー、ソ・テギョさんがですねあの、まあ、発信されておられまして、あの 会見の全文訳ですね、えー、ちょっとこちらの方も、まあ、見ていきたいと思います。はいまあまあ、基本的にはですね、えー、なんか一般市民にはあまり、ね、あの影響が出ないような、ねまあ、配慮をされていたんじゃないかなとは思いますけどね。はんで、まあ、この件ですね、あのまあ、事件が起こった時にですね、あのまあ、国会に、まあ ね、あの、氷点下だというのに、すごいね、人がね、あの、すぐに集まってですね、あとロ、ろうそくをね、あの、まあ、準備していたとかいうことで、まあ、そこはですね、すごい印象的でしたよね。あの、ある意味、日本でいうね、あの、プロ市民のような方がですね、あの、 まあ準備、も対策がね、もう打たれていたみたいな、そんな感じでしたよね。はい。というわけで、あ、ちょすいません。えっと、こちらの方が出てきたので、まあ紹介をさせてもらおうと思います。えっと、はい。3日22時29分頃ユン・ソンニョル大統領は緊急会見を開き非常会見を宣布した今後どうなるのか。韓国は極度の混乱の中にあるが、まずはユン・ソンニョル大統領のテキストを整理する。えっということで、まあ内容がちょっとこんな感じ。 ちょっと長いですかねはい。まあまあ、いいや。はい。 尊敬する国民の皆様、私は大統領として、い、えー、ちょっと一応画面戻しますね。はい。大統領として、血を吐く気持ちで国民の皆さんに訴えます。これまで国会は、ユン・ソン・による政府政権の発足後、22件の政府官僚の弾劾訴追を発議し、今年6月の第22代国会の発足後も10人目の弾劾を進めています。これは世界のどの国にも類例がないだけでなく、建国以後にも全く類例がなかった状況です。 弾劾するなど司法業務を麻痺させ行政安全部長官の団体放送通信委員長の弾劾監査委員長の団体国防長官の弾劾の試みなどで行政府まで麻痺させています。はい 国家予算の処理も国家本質的な機能と麻薬犯罪の取り締まり、民生治安維持のための全ての主要予算を全額削減し国家本質機能を既存し、大韓民国を麻痺天国、民生治安の恐怖、強行状態にしました。共に民主党は来年度予算で災害対策予備費1兆ウォン、子どもの支援手当384億ウォン、青年雇用深海ガス電開発事業などで4兆1000億ウォンの削減、 さらには、軍、初級幹部の給料と手当の引き下げ、当直勤務費の引き上げなど、えー、軍幹部の処遇改善費さえも、えー、制度をかけました、えー。このような予算の冒険は一言でいて、大韓民国の国家財政を狂絡するものです。予算までもひたすら清掃の手段として利用する、このような共に民主党の、えー、立法独裁は与党案、断崖までも躊躇しませんでした。 国政は麻痺し、国民のため息は増えています。これは自由大韓民国の憲政秩序を踏みにじり、憲法と法により正当な国家機関を拡、えー、乱させるもので内乱を企てる明白な反国家行為です、えー。国民の暮らしは眼中にもなく、ひたすら弾劾や特別検察、野党代表の防弾、えー で、国政が麻痺状態にあります。今、韓国国会は犯罪者集団の創屈となり、立法独裁を通じて国家の司法行政システムを麻痺させ、自由民主主義体制の転覆を図っています。自由民主主義の基盤となるべき国会が自由民主主義体制を崩壊させる怪物になったのです。今、大韓民国は崩壊してもおかしくないほどの風前の灯しみというべき運命を迎えています。親愛なる国民の皆さん私は北韓北 北朝鮮共産勢力の脅威から自由大韓民国を守り、えー、韓国国民の自由と幸福を略奪している破レンチな十、えー、北反国家勢力を一挙に、えー、総撲滅し、自由憲政秩序を守るために非常改元を宣布します。えー、私はこの非常改 えー、会令を通じて、某国の奈落に落ちていく自由大韓民国を再建し守り抜きます。えー、そのために私は今まで通りに戻る悪事を働いてきた某国の元凶である反国家勢力を必ず、えー えー、撲滅します、えー、これは体制の転覆を狙う反国家勢力の、えー、先導から国民の自由と安全そして、えー、国,国家の持続可能性を保障し未来世代にまともな国を守るための避けられない措置です、えー、私はできるだけ早い時期に反国家勢力を、えー、撲滅し、えー、国家を正常化させます戒厳宣布により自由大官民国憲法の価値を信じて従ってくださった善良な国民の皆様に多数の不便があるでしょうが、えー、このような不便 を最小化することに注力しますこのような措置は自由大韓民国の永続性のためにやむを得ないものであり、国際社会に責任と貢献を果たすという対外政策基調の何の変わりもありません。大統領として国民の皆様に心よりお願い申し上げます。私はひたすら国民の皆様だけを信じて、神明を捧げて自由大韓民国を守り抜きます。私を信じてください。ありがとうございました。とございます。と いう形でですね、まあ、宣言を出されているということですね。まあ、あのかなりですね、あのまあ、ユン・ソン・ニョル大統領追い込まれているということで、まあ、正直ね、あのまあ、準備不足であったというのは、まあ、否めないですけれど、まあ、ちょっとねその背景みたいなのはね、まあ、知りたいところではありますね。あのまあ、ユン・ソン・ニョル大統領、 まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、まあ結構ね、あの、新日化でですね、まあ、今までのね、まあ韓国だと大統領、えっ、ー、とね、まあ国民がですね、あの、反日をまあ好む傾向があって、そんな中で新日のね、えー、まあ大統領ということで、まあそれもあって支持率も落ちていたというのがあろうかと思いますし、まあそれに加えて奥さんのね、スキャンダルとかもね、結構あったんですよね。でまあそれで、えー ま、支持率がね、ま、かなり低下していて、ま、あの、ま、近々ですね、ま、失脚することも想定されていた中で、ま、こういうことをね、ま、行ったということで、ま、なかなかですね、すいません。ま、いろいろとね、あの、ま、背景が、ま、あるのかなと思います。というわけで、ま、背景もね、あの、いろいろと言い出すと、ま、きりはないですけれど、ま、ちょっと興味深いところをですね、あの、紹介していきたいと思います。前田光さん。 ですね。えー、軍を動員して全権掌握って一括くくりにごちゃにされそうだけど、えー、今回の韓国のは憲法に規定されている権限の行使であって、えー、実際国会で否決されたら憲法の規定通りに引っ込めた、えー。例えばペルーで藤森がやったような憲法停止に伴うセルフクープ。 とは、異なるカテゴリーのものだと思います。で、えー、さらに続いて、えー、セルフコープとは昔ながらの軍事クーデターを厳密に区別して、その両者のリスクがそれぞれどのような要因で交わるかについて政治学者の中で最初に分析したのは私です。とのことですね。はい。で、えー、次ですね。まあ、あの、鈴木和人さんのね、先ほど、まあの、 先ほど紹介した鈴木和さんの、まあ、別のポストになります。えー、こちらですね。まあ次、次期大統領になりそうなですね。まあ、方の、ま、紹介ですね。イ・ジェミョン。えー、今回の事件でだいぶ株,株を上げた気がする。次は彼が大統領か。ムンジェイン時代の1.5倍で日韓関係が悪化しそうということで。まあ、あの、今回ね、あの、ま、この方が、ま、国会に、 入っていくまでのところをですね、まあ、じ、自分でライブ配信をね、まあ、されたということで、まあ、かなりね、話題になっております。はい。 あとですね、ちょっと我々の事務所の方でもね、ちょっと今回の件に関してはですね、ちょっと NHK が報道をあまりしなかったことについては、まあ、あの、私は批判的にね、捉えておりまして、まあ、あの、村上秘書がですね、NHK に質問状を出していただいたということで、ちょっと簡単にそちらもね、あの、紹介したいと思います。 はい。え、浜田事務所より NHK 経営企画書へ質問を送りました。回答が来ましたら公表しますということで。 えー、韓国大統領非常会言を宣布した後の昨夜からの報道について、えー、BBC や CNN 等の海外メディアではリアルタイムで中継している等の対応と比較し、NHK 地上波等でほとんど報じられなかったことについて、日本の隣国である韓国の45年ぶりの会言令を報道しないことを不安視する声や批判する意見が SNS 上で見られます。 え、有識者からも今回は結局、蓋を開けてみれば反共右派の自滅だが、え、旋当初は深刻な事態かどうか判断がつかなかったにも関わらず、日本メディアはほとんど報じていなかったなど、え、含む NHK を含め、日本メディアの報道姿勢に疑問を持つ意見が見られましたということで、ま、いろいろとね、あの、 質問、あ、そうですね。もう質問二つですね。戒厳令の宣布と、えー、隣国の緊急事態等についての NHK の報道姿勢を教えてください、えー。今回の件についてご紹介した国民の意見に対する NHK の見解を伺いたいです。と、えー、いうことで、まあ、ちょっとね、NHK としては、まあ批判されても致し方なしなのかなとは思います。で、まぁ、あまあ、日本のメディアが全般すべて、えー、ね、あの、報道していなかったわけじゃなくてですね、あの、 朝日新聞と毎日新聞だったかな。まあそちらはね、あの、記者さんが、まあ現地に行ってですね、まあのその記者の方の、SN、s n まあ X アカウントとかね、あの、まあ写真入れでね、この、まあ報告されてましたので、まあそこはね、あの結構、ね、あの評価したいと思います。はい。というわけで、あ、でですね、あの、はい、次ですね、法省さんっていう在日参政の方、まあ親日課の方で、まあ結構ね、あの、冷静に、 な分析をされているなと思いましたのでちょっと紹介をしたいと思いますはいということでおはようございますユン大統領切れましたね私は北朝鮮共産勢力の脅威から自由大韓民国を守護し韓国国民の自由と幸福を略奪している えー、ハレンチな、えー、重北反国家勢力を一気に撲滅し、自由権制秩序を守るために非常会議を宣布する、えー。この言葉に尽きることだが、言い切れた大統領はいなかったな。えー、私は、えー、日本の兵庫県知事で、えー、国民がネット戦略を受け入れ、良くも悪くも真実を学んだと思うが、えー、韓国もここまではっきり大統領が態度に出したなら、国民はその原因をしっかりと考えるべきだ。韓国にととっての不利益と反国 国家勢力とは何かを。でも、速攻解除なんよね、と方法ということで、はいまあはいまあ、あとはそうですね、まあ、ちょっと、こなんか、まあ、ちょっと記事の、まあ、引用だと思いますので、ちょっとこちらはね、あのはい、省略してですね、あの同じく彭帥さんの、えー、ポストになります。はいえー、ユン大統領選で、えー、ユン陣営の脱北者のまとめ役として戦った金庫、 えこう先生に聞いてみた、えー、今回の騒動は大統領としての権限範囲で否決されているから逮捕はない、えー、だがこのネタで野党は大統領の追い落としにかかるのは誰が見てもわかる、はいえー、今回の乱心で良かったと思えるのが韓国が本当に重北左派に毒され大統領自体もここまで追い込まれている事実が発信されたことだ、えー、今回この方法や段取りも無視した暴挙に近い歓迎 え、霊騒動だが、ユン大統領の発言が全てだろう。それが普通に見ての韓国の姿だと知ってほしい。えー、ということで、まあ、どっちもどっちでと呆れ返っていた。私は、今回手段は別にして、日韓歴史問題に日本を謝罪している。もうお金をせびるのはやめようと発言し、重北坂を反国家勢力と断言してきたユン大統領の今回の発言は韓国をよく物語っていると思う。私も記事や本に、ムン・ジェイン政権が誕生したとき、朝鮮学校 にいいいるよううだという表現を使っていた、えー、韓国は旅行では楽しめるが住むには日常の政治的思想ストレスが日本より大きい田舎に行ってもだ、えー。今回の騒動で次期大統領に、えー、イ・ジェミョンかな、まあ、先ほど靴鈴木和人さんが、ね、紹介していた方ですね死の可能性が高くなるだろうが、えー、韓国はユン大統領の発言を聞いても何も考えないのなら、えー、考えないだろうな 反日をしないことを貫き、ここまではっきり韓国の思想実情を発言する大統領は、私はまともな人にならない。今回の行動は別ね。ということで、はい、まあ、確かに、まあ、なるほどなと思うところで、えー、あります。さ、えー、さらに法相さんのポストがあって かなと思いますすみません。ちょっとね、あの、数が多くて、はい。えー、さらに紹介させてもらおうと思います。えー、続き、イユン大統領が非常会言宣風を出して、速攻で国会前に人が集まり出したが、えー、動画で見られる人たち、これが反国家勢力の人なんです、たちなんですよね。いつ、いつ何時も出動できる人たち、わはは。えー、普通に暮らす人たちは家で驚いたとなって出かけていないんですよね、わはは。 だって韓国の夜は冷夏なのに、ふふふということで、まあ、すぐに、ね、あの人が集まったことを、えーまあ、指摘されておられます。はい、ということで、まあ、日本もです、ねまあ、似たようなです、ねまあ、ことにはなり得るかとは思います。はいまあ、それは、ね、もう国が違うので、えーまあ、全く一緒というわけではないですけれど、 はい。えー、あとですね、ちょっと不動産仙人さんという方が、まあ、あの、のポストをですね、まあ、紹介、えー、させてもらおうと思います。えー、韓国の歴代大統領は任期終了後にほぼ全員が暗殺されたり、投獄されているんですよね。ユン・ソン・による大統領は自分の身が危うくなるという情報を掴んでいた可能性があります。えー、さらに下に何かあったかな。はい。まあ、歴代大統領がね、まあ、あの、悲惨なことになった。 まあ、表ですね。伝統的に韓国右派は軍部と警察と米国等が後ろ盾で、韓国左派は中国と北朝鮮と慰安婦団体等が後ろ盾です。なお、財閥は右派、左派、町田町だと言われています。日本も右派と左派で争っていますが、世界中どこでも似たような対立構造になっているんですよ。ということで、まあ、あの、 まあ次のポストも紹介しましょうか。悪の大統領 vs 正義の市民と野党というマスコミにとって綺麗な物語には違和感を覚えます。今のところ事実を検証しようがないので、えー、陰謀論になりますけどね、ということで。まあさらに、 ちょっとポストがね、続いてるんですよね。はい。えー、米国が韓国と台湾を守る理由は民主主義と資本主義だからです。ウクライナを支援する理由もそうでしたね、えー。しかし今回の騒動で韓国の民主主義には疑問符が浮かびました。米国が韓国を守る理由が減ったということです。ということでね、ちょっとトランプ大統領がね、どういうふうに、まあ、韓国を扱うのかっていうのも確かにちょっと気になるところですよね。 はい。まあ、さらにですね、韓国の戒厳令の失敗を見て、左派は民主主義が勝った。日本は、えー、韓国を見習えと喜んでいるようです、えー。僕の目から見たら戒厳令が出されている時点で民主主義は死んでいると思います。 のはなるほどなという感じですね。はい。えー、韓国の現職大統領が悪だと切り捨てるのは簡単ですが、現職大統領が戒厳令を出すまで追い詰めた野党や、北朝鮮や中国の陰謀があったのではと思います。まあ、これは陰謀論になるというのは、まあ、その通りかもしれません。はい。えー、で、 あとね、あの、今回の戒厳令が失敗したことで、韓国は戒厳令を出すことがタブーになりました。国内でテロが起こっても、北朝鮮がミサイルを撃ってきても、いきなり攻めてきても、戒厳令は出せなくなりましたね。えー、少なくとも戒厳令を出すハードルは高くなりました。あ中ロ、北朝鮮は高、えー、笑いでしょう。ということで、はい。まあ、なるほどな、という感じではありますね。はい。ということで、まあ、あと、そうですね。まあ、いくつかまた、あの、 紹介をさせてもらいたいのがあるんですけれど、そうですね。あの、まあ、あの、林智弘さんのポストも紹介させてもらいます。あの、日本のね、あの、こと。 日本で結構関連することなので、えー、全員がそうとは言いませんが、韓国左派の主流は重北的中ロ北朝鮮側志向ですからね。だからこそアルプス処理水問題でも、えー、中ロ北朝鮮の汚染水プロパガンダと足並み揃えてきた。えー、リ・ジェミョン大統領は処理水放出後も日本人がせ世界の井戸である太平洋に毒を入れたと、えー、関東大震災ばりのデマを宣伝したということで、まあ、次期大統領はね、 尊定されている、まあ、この方ですよね。はいまあ、なかなかですね、はい、ちょっと先が思いやられるなという感じですよね。はいえー、ということで、はいえー、次ですねあの、ちょっと緊急事態条項に関する話ですね。あの,、まああの ま、東幸喜さんかなはい。えっ、ー、と、ちょ、紹介させてもらいます。ちょっと漢字間違ってたらすいません。今回の韓国騒ぎの教訓をそもそも緊急事態条項は危険だから作るなと受け取るか、えー、緊急事態条項をきちんと整備して、えー、不合理な強権発動を強制解除できるようにしておけと受け取るか、難しいところだけど、僕はどっちかというと、後者ですね。えー、コロナ禍で明らかになったように、日本は空気が暴走する国なのでということで、まあ、両方のね、あの、発想を持つっていうのは、 まあ重要かなとは思います。で、渡辺哲也さんもです、ね、のポストも紹介しますね。はいえーまあ、緊急事態条項、成立に関してはです、ね、全く別ですから、日本の緊急事態条項は緊急事態を規定し、政府を縛るものですということでお話をされておられます。でですねまあ、私もですねあの かつて、まあ、国会でもそうですし、あとは、選挙前かな、えー、の、まあ、ラジオ番組でもですね、あの、緊急事態条項にはお、関してはお話をしております。まあ、これね、私のブログ記事なんですけど、まあ、その当該部分をね、あの、紹介させて、え、もらいます。ということで、こちらだっけはい。ちょっと待ってくださいね。えー はい、えー、こちらになります、さっきの参院選、まあ、3年前ですね、えー、2、3年前か、はいまあ、こちらの選挙中に、えー、更新したブログ記事になります。でですね、えー、6月22日ですよね、6月30日か、で、えー、ちょっとポイントのところだけ紹介したいと思います。あの飯田浩二さんのですね、まあ、ラジオ番組での、まあ、記事に。 記事の抜粋になります、えー。結果によっては憲法改正も現実味を帯びてきますが、NHK とはそこを補調を合わせていく形でしょうか。えー、憲法を改正するかどうかというところについては国民の皆様が最終的に判断されることなので、最終的には国民投票には持ち込みたいと考えています。えー、中略、えー。憲法の具体的な条文で9条の話や緊急事態条項などいろんな話が出ていますが、そこについてはどのように、えー、考えられていか 焦点を絞りますがよく聞かれる質問として緊急事態条項がありますがそこについては帝国憲法の制度設計を参考にしてもいいのではないかということがあります帝国憲法は本当の緊急事態を想定して設計されています議会そのものが開けないぐらいの事態を緊急事態として制度設計しているのですが議会が開けないので法律が作れないけど法律を作らなければならない時のために緊急直令という制度がありました、まあ関東 大震災とかです、ね、あるいは226事件の時きをまあ想定してもらえればと思いますで、緊急直令ということで、さらに内閣も数密にも機内した時には、最後の手段として、天皇自らが緊急直令を出すということも可能であったわけです。 さまざまな危機の可能性に備えて難弾構えにもなっていたのです。このような緊急直令にも国民の権利を制限することにもなるので、絶対条件としては緊急直令は一時的であること、次に議会を開くまでの暫定措置という条件もついていますということで、まあ、最後はですね、あのまあ、天皇に、まあ、天皇のご清断というところになろうという。 まあ、それはね。あのまあ、日本のこれまでのね。あのお国柄みたいなところはあるんじゃないかなとは思います。はい。で、えーとね。あのちょっと宇佐美のりやさんの。 まあコメントを紹介したいと思います。226事件の鎮圧と終戦の正談は昭和天皇の歴史に残る英断だったと思うよ。いろいろ意見があることは理解するけど、俺個人としては昭和天皇は日本が世界に誇るべき稀に見る名君だったと思ってるよ。心の外から、そこから慕っているということで、まああのね、あのいろんな意見あると思いますけど、まあ、一つの,、ね、あの参考になるんじゃないかなと思います。ということで、まああの いろいろとね、あの、まあ、今回の件に関しては、まあ、 私も韓国の事情にねあの、そこまで詳しいわけではないんですけれど、まあでも、今回の件を通じて、まあ、韓国にですね、まあ目を向けなければいけないなと、もっと目を向けなければいけないなという、そういう意識はね、あのまあ高まったかなと思います。というわけでですね、えー、まあちょっとね、あの長い動画となりましたが、最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございます、えー。今日の内容、面白い、興味深いと思ったら、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、えー、内容をてだ 気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す、はい、どうもありがとうございました